どういうことなの？なんでお母さんを止めないの？お葬式なのよ、わかってる？なんでお金の話をするの？相続だの香典だの儲かるってどういうこと？なんでよかったねなんて言うの？こんなのあんまりよ。まあまあ落ち着けてなお。母さんだって傷ついてるんだ。その気持ちをわかってやれよ。お前は強い女なんだから大丈夫だろ。何言ってるの？本当に意味がわからない。今日は私の父の葬式なのよ。あなたは私に寄り添うでもなく、大騒ぎした母親をかばうっていうの？だから、お前と母さんじゃ元々の強さが違うんだよ。わからないのか？母さん、嫁の父親が亡くなってショックを受けてるんだ。ショックを受けた人間が葬式で金勘定するの？香典はいくらなんだと大騒ぎするの？うちの息子が会社の社長になる、後継ぎになるってニヤニヤするの？お前そういう言い方やめろよ。だから母さんだって戸惑ってるんだよ。息子がそれなりに大きな会社の社長になるんだから。あなたたち親子は本当に最低。人が亡くなっているのにお金のことばかりね。お母さん、保険金のことも言ってたじゃない。周りの人がいさめても聞かないし。ああそうだ、保険金っていつ入るんだ？は？だって俺社長になるんだからさ、スーツとか車とか買い替えなきゃいけないだろ。あなた何言ってるのよ。そりゃお父さんには俺もお世話になってたし、亡くなったのはすごく悲しいよ。でも男と女じゃ考え方が違うんだ。俺は冷静に会社の今後を考えてる。もうダメね。ヨメコとナオの LINE。 ヨメコちゃん、本当にごめんね、迷惑かけて。うちの義母に引っかかれて怪我したでしょ。ナオさん、全然大丈夫ですよ。実際には避けたので何も残っていないし、むしろうちの義母が羽がいじめにしちゃって、ごめんなさい。とんでもない。本当に助かったの。あんな人、葬式に出てほしくないわ。お父さんの葬式で金勘定をするなんて。ちょっと聞いてただけですけど、すごく嫌な気持ちになりました。ナオさんのお父さん、とてもいい方だったのに、最後は穏やかにいてほしいですよね。ありがとう。本当にありがとう。父は結構大きな会社の社長だったでしょ。だから父が亡くなるとお金が入ってくると思ってるのよ。義実家、それで大喜びしてるの。ひどい。それに、遺産って義実家には関係ないですよね。うん。夫には使う権利はないわよ。でも夫婦なんだからともらう気満々。それどころか、会社の社長になるつもりでいるの。そんな。私の名前はヨメコ。商店街の八百屋に嫁いだ平凡な主婦です。友人のお父さんが亡くなったのですが、そのお葬式で信じられない光景を目にしました。友人のお姑さんが大喜びしているんです。これでうちにもっとお金が入ってくる、と万歳をしている姿にみんな大激怒。結局、私や義母が中心になり、お姑さんを追い出しました。ギャーギャーと騒いでいましたが、葬式でこんなことをするなんて。そして、自分の母親を止めない旦那さんにも腹が立ちます。それどころか、母親をかばったというのですから、ナオさんは相当にショックだったでしょうね。その後もずっと塞ぎ込んでいましたが、彼女はあることを決意したのです。そして、私たちも彼女を手助けすることにしました。ちょっとあんたね、本当に常識がないのね。お友達もみんな常識がない、本当にダメな人間だこと。お母さん、何かご用ですか？早く金持ってこい。はい。もうそろそろ保険金とかいろいろ入ったんでしょうが。嫁の金は婚家の金だよ、早くしな。遺産は配偶者には受け取る権利はないですよ。そんなものはどうでもいいの。嫁の権利は全て婚家の権利になるんだ。だいたいね、うちは定食屋なのに嫁の親が会社社長なんておかしいんだ。そんな無茶苦茶な。そんなことよりも葬式で騒いだことを反省してください。葬式で騒いだからってなんだ。婚家の葬式なんかどうでもいいのよ。お前の父親の会社、息子が社長になるんだから頭下げろ。社長になるのは私ですよ。え？息子さんは社長の器ではありません。大体葬式には父の関係者がたくさん訪れていたんです。みんな大激怒ですよ。お前何言ってるんだ。女に社長なんかできるわけない。女社長なんかいくらでもいるでしょ。お母さんができないからといって女みんなができないことにしないでください。不愉快です。
なんだと？大体小さな会社の窓際社員が、それなりに規模のある会社で社長？無理に決まってますよ。息子さん、仕事ができないんですから。あんたね。まあいいわ。どうせあんたお飾りの社長になるんでしょ？給料は全部よこせ。もともとがめつい人でしたけど、ここまで来ると妖怪にしか見えないですね。なに？私、息子さんとは離婚しますから。は？離婚？何それ？じゃああんた慰謝料10億くらいくれるんでしょうね。本当に親子揃ってバカなんですね。はあ？息子さん有責に決まってるじゃないですか。慰謝料をもらうのはこっちの方です。あんた何言ってんのよ。お母さんもグルだったとは知らなかったです。大輔、不倫してますよね、幼馴染の女性と。は？私からお金を踏んだくって、それで再婚でもするつもりだったんでしょ。本当に意地汚い親子ですね。あんた何様のつもりなの。もういい加減にしてください。あなたたちを人とは思えません。何言ってるんだ、そんな女知らない。友人たちが調べてくれたんです。夫が不倫しているのはすぐに分かったそうですよ。で、腕組んでそちらのお家に入っていったと。プライバシーの侵害だ、訴えてやる。証拠もないことに対して何言ってる。全て証拠も揃っていますよ。あとは夫婦の貯金を使い込まれていますので、それも半分は返してもらいますから。あんた、情ってものはないの？情のある人間は葬式で金の話なんかしませんよ。まずは自分たちのことをしっかり思い出してみてください。いいから金を。調子に乗って借金しているみたいですね。クレカも限度いっぱいまで使ったんでしょ？残念ですね。地獄に落ちるんでしょうね。いやー！とにかく離婚しかない。そんな奈緒ちゃんの気持ちを確認して、私たちは調べてみることに。その結果が旦那さんの不倫です。それも、義実家も協力していることが分かり、私たちは商店街近くにある探偵さんにお願いしつつも、商店街の人海戦術でサクサクと証拠を収集。ちょっと楽しかったです。義母と一緒に旦那さんを尾行し、バレそうになったので、観光地にあるような顔はめパネルにはまったり、ちょっと義母の顔が抜けなくなったりして困りました。こうして、奈緒さんは離婚することになったんです。なんだよ、慰謝料ってどういうことだよ。そんなこともわからない人が社長になろうとしていたの？ありえない。いや、でも俺が愛してるのはお前だけ。あの女とはただの遊びなんだ。俺の本気わかってくれるだろ。大体ね、あなたと結婚してる理由なんてなかったのよ。え？安月給のくせに家事はしないし、意地汚いし、嫁いびりをする母親も止めもしない。うちは子供だっていないんだから早く離婚するべきだった。あー、すっきり。何言ってんだよ。俺は会社で周りからひそひそされてるし、実家の定食屋は客が減って潰れそうなんだよ。そんなの自業自得でしょ。葬式で大喜びして金勘定するような人だもの。そりゃ噂になるに決まってるじゃないの。でも。大体あんた不倫してるじゃないの。不倫相手と幸せになったらいいでしょ。でも彼女はお金がないんだよ。だから何なのよ。私にお金だけ出させて彼女とラブラブ？そんなことでも考えてたの？もう信じられない。待ってくれ。お願いだから考え直してくれ。俺、会社を継いであげるから。継いであげるって何よ。お母さんにも言ったけど、あなたは器じゃないの。会社の社長になるには、それなりの能力が必要なんだから、あなたにはできません。だからといってパート主婦のお前にできるわけない。あなた、忘れてない？私、結婚前何の仕事してた？どこの会社だった？大手一流企業のマーケティング部、実力第一主義の会社。私、そこで課長までやったの。父の会社の人たちも私の能力は認めてくれてる。俺は認めない！あんたの意見に何の価値があるの？思い上がらないで。とにかくとっとと離婚よ、離婚。結局、あんたに勝てる要素なんて一つもないんだから。くそくそくそー！なおと姑のライン。あんたバカにするんじゃないよ！金をよこせ！まったく親子そっくり。お金にがめついですね。あの定食屋さん、生活できるくらいには繁盛していたのにね。
噂が広がってもうダメでしょう。わかってるなら金を。あなたたちに渡すお金なんて一銭もありませんよ。本当にバカですね。そのままの生活を続けていればよかったのに。うちの店が潰れてもいいの？正直なところ、ざまあ見ろという気持ちしかありませんよ。この鬼嫁が。もう嫁じゃなくなるので安心してくださいね。くそー。旦那さんや義実家は離婚に猛反対していたみたいですが、慰謝料を減額すると言ったらあっさり離婚を承諾したらしいです。あとは奈緒さんの頼んだ弁護士さんが優秀だったというのも良かったのでしょうね。いろんなことがサクサクと進んでいきました。元旦那さんは仕事を辞めることになり、義実家の経営していた定食屋も閉店することに。でも奈緒さんの復讐はまだ終わりではなかったんです。離婚から半年後。奈緒、俺のことまだ愛してるよな。うわ、びっくりした。やっぱり俺のこと愛してるんだな。ちゃんと返信してくれるんだ。これは愛情なんだ。バカじゃないの。俺今困ってるんだ。あの女、俺の金持ち逃げしたんだよ。いい投資があるって言うから信頼したのに。幼馴染なのに。あんたの不倫相手相当性悪だもんね。は？学生時代から男の前ではニコニコ清楚なふりして、女子には嫌がらせしていたみたいだよ。それに大輔以外にもたくさんの男がいるみたいだし。なんだよそれ。俺そんなの聞いてないぞ。そりゃそうでしょ。男相手に本性を見せない女って結構多いものだよ。お前知ってたのか。なんで離婚するとき言ってくれなかったんだよ。言うわけないでしょ。だってあんたたちがもっと不幸になるの分かってたんだから、そりゃ言うわけないでしょ。そんな女だったなんて知らなかった。なんとでも言ってちょうだいな。おいお前社長になったんだろ、金あるよな。遺産だってごっそり入ってきただろ。助けてくれ。このままじゃ俺たちは。私たちはもう離婚してるの。だいたい葬式という場所で暴れる人間なんて同じ人間とは思えない。一生後悔しなさい。その後、奈緒さんの元旦那さん家族は葬式で大騒ぎした鬼一家として有名に。ここには住めなくなり、どこかへ引っ越していきました。どうやらあの不倫女性に騙されてほとんどの財産を失ったそうです。ちなみにその女性も大きなグループに騙され投資で一文無しになったらしく、怖いですね。奈緒さんが継いだ会社は最初はいろいろあったみたいです。しかし周りのサポートを受けながら今は順調。最初はまだ若い女性が社長になることに対して反発していた人もいたみたいです。でも奈緒さんの働きぶりを見て今ではすっかり認めているのだとか。奈緒さんかっこいいですね。さて私は今日義母と小旅行なんです。この間尾行していた時に顔はめパネルが面白くて、せっかくだからあちこち行って写真を撮ろうということに。面白いきっかけですよね。それでは行ってきまーす。信代さんおはろー。夏希さんふんがー。ねえちょっと聞いて聞いて。今日ね、はるかと一緒にお茶する予定だったのよ。でもいきなり断られちゃったの。ドタキャンするとか最低よね。うご、確かはるかさん今日は PTA の集まりがあるのだわ。なんかいろいろ決めないといけない大切な集まりって言ってたはずよね。そうだったっけ。とにかくはるか、最近私になんか冷たいのよね。私は二人と知り合ったばかりだけど昔から仲良しなのよね。そう、私ら子供を産んだ時に同じ病院で同じ部屋だったんだ。それからいろいろとはるかの面倒を見てあげてるんだけど、あの子ったらそれを当たり前だと思ってるっていうか。二人のことだから詳しくはよくわからないけど、はるかさんは夏希さんのお子さんをよく預かってない？そんなの当然よ。私がいろいろアドバイスしてあげてるんだからさ。それにね、私は忙しいのよ。ふんが、夏希さんは何に忙しいの？エステでしょ、ネイルサロンでしょ、ヘアサロンでしょでしょ。それになんだかんだ綺麗な体のためには整体とかも大切だし、あとはただデパートを歩き回るとかも大切よね。ハイブランドのお店やデパコス見てるだけで女子力上がるし。そうね、素敵なことね。
でもはるかさんも素敵じゃない。料理も上手だし何でも手作りですごいわよね。憧れちゃうのだわんが。手作りとか貧乏臭くない？お金ないから自分で手作りしてますって感じで。手作りって案外お金がかかるのだわ。いろいろ資材を集めるとなると大変よ。でも高級なブランドバッグにはかなわないじゃない。そこと比べるものではないでしょう。はあ、信代さんもはるかのこと分かってないな。ま、この辺りのママ友で一番はるかと仲がいいのは私だもんね。で、夏樹さん、今日はどんな用だったの？愚痴？違うわよ。ほら、信代さん、確か沖縄に海水浴旅行に行くって言ってたでしょ？他にも何人かママ友家族誘って。が、そうなのだわ。みんなで行けばお得になるからね。SML という飛行機で行くのだわ。が、多分 LCC ね。まあいいわ。私たちとはるかたちもそこに参加するからよろしくね。それはいいけど、はるかさんの許可は取ったの？はるかは私が行くって言えば絶対に行くからいいのよ。楽しみだな。はるかに水着着せよっと。水着？そう、お揃いのビキニ買ってきようと思ってるのよ。まあスレンダーな私とあのはるかじゃ仕上がりが違うと思うけどね。皆さん、ふんがががー、信代です。ママ友に迷惑をかけてしまい、それをきっかけに限界集落。でもそこで田舎おこしに成功し、今ではふんがーと鼻息荒い漬物名人として有名になったわ。最近はまた前みたいなママ友付き合いをしているのだけれど、夏樹さんはちょっと癖がある人ね。それも嫌な方に癖が強いというか、仲良しのはるかさんを見下しているところがあるみたいなのだわ。ダメよ、ダメダメ。ちょっと癖のある漬物なら大歓迎なんだけどね。とりあえず今回幹事の時子さんに相談しつつ、はるかさんにも話してみることに。結果参加は断ることにしたんだけど、そんなこと聞いちゃねえって感じなのよね。そして当日、空港で待ってるんだけど、みんな遅くない？沖縄で私のビキニ見せてあげるからね。女神が降臨したわ。え？私？いや違うのだわ。ちょ、何言ってんのよ。てか早く来て。もう海来てるわよ。最高なのだわ。が、は？だから何言ってるのよ。みんなが話してたの聞いてたんだから。この時間に空港集合だって。待ってるんだから早くしてくれない？それが予定は変更したのよ。はぁ？時子さんがね、近場にもっとトレーニングにいい浜を見つけたって。ビーチランニング最高ね。ふんふんふんががふんががが。え、ちょっと何？じゃあ私今空港にいるのよ。もう何よ。じゃあ早く迎えに来てよ。女神はここにいるわよ。女神ははるかさんなのだわ。が、何言ってるの。あいつ地味なデブじゃん。いやいや、はるかさん浜辺の注目を集めまくりよ。え、露出度の低い水着だけど、スタイルの良さは隠せないものね。なんていうの、出ているところが出まくっていてとても大人よ。いや、ただのデブでしょうが。何言ってるの。グラビアモデル並みのナイスボディーよ。もう男性の視線を釘付け。照れているところがまた可愛いわ。ありえない。何が女神よ。というか、はるかさんはそもそも女神属性なのだわ。はあ？薄化粧なのにとても可愛らしいし、ニコニコしていて素敵よね。お年寄りやお子さんに愛される、とても素敵な人。私や時子さん、穂積さんなんかもはるかさんが大好きなのだわ。見ているだけで癒されるタイプよね。何言ってるのよ。はるかは私の引き立て役なんだからね。ところで、私の水着写真いるかしら。気合を入れて漬物だるみたいな水着を選んだのだけど、プリッティー。そんなもんいらないわよ。いや、前から美人だと思ってたけど、はるかさんはすごいわ。もうみんなの視線は釘付け状態で、もちろん私も見まくったのだわ。役得ね。さて、夏樹さんだけ断った理由なのだけど、事前にいろいろお金を徴収することにしたのよ。でもなんだかんだ理由をつけて支払ってくれなくてね。
だから参加を断ることにしたんだけど、まさか空港にまで来てるとは驚きよ。その後も自分だけはぶられたとか大騒ぎしていたみたいだけど、大人だもの。誰と一緒に行くかは自分で決めていいと私は思うのだわ。夏希さんだってちゃんとルールを守ってくれればよかったんだけどね。はるかなんて大嫌い。あら夏希さん、久しぶりだこと。どうしたの？若いママたちにチヤホヤされちゃってありえない。なんか料理とかハンドメイドとかいろいろ教えてるって。はるかのくせに生意気なのよ。ご、何言ってるの。はるかさんっていろいろ資格持ってるのよ。調理師免許もあるし。え、そうなの？そうそう、民間資格だけどハンドメイド系もいろいろ持ってるのだわ。私も文化センターでお漬物の漬け方を教えてるのだけど、はるかさんもいろいろ教えることになったのよ。その流れで公民館のお教室とかもやることになったんですってね。が、何そのキラキラした感じ。はるかのくせに、はるかのくせに。そもそもどうして夏希さんはそんなにはるかさんを下に見てるの？だってはるかなんて地味じゃん。派手な人は地味な人を見下してもいいの？いやだって、はるかさんにも悪いところはあるのだわ。ほらそうでしょ。夏希さんを甘やかしすぎてしまうところ。は？はるかさんは本当に母性あふれる素敵な人なのよね。子供たちだけではなく夏希さんに対しても母性を発揮しすぎちゃうのね。え、母性？はるかが私に？気づいてなかったの？普通の人だったらちょっと心が痛くなっちゃうような夏希さんの言動も、はるかさんは全部笑顔で受け止めていたのよ。それは素敵なことだけど、やりすぎてはいけないことね。じゃあ私は今まではるかの手のひらの上で転がされてたってこと？少なくとも夏希さんの嫌味なんて子供の反抗期くらいに思ってるんじゃないかしら。夏希さん子供っぽいものね。私が子供？私はハイブランドを着こなしてスレンダーで美人で。ほらそういうところよ。そういうところ、もう一周回って可愛く見えちゃうのだわ。が、夏希さんって根っからの子供っぽさがあるわよね。嘘でしょ。でもそれって私みたいなバーバとかはるかさんみたいな母性あふれる人にしか通用しないのよ。普通の人にやってもただ嫌われるだけよ。嫌われるって、え、私憧れられてるんじゃないの？だからみんなあんまり話しかけてこないんじゃないの？単純に夏希さんに捕まると話が長いからなのだわ。ブランドとかアクセサリーの話ばっかりで、こっちの話は聞いてくれないでしょ。私今離婚の話が出てて、旦那もわがままで子供みたいな女は嫌だって。あら、そうなっちゃったの。確かにわがままって可愛いのだけれど、やりすぎると大変よね。やだ、離婚なんてしたくない。今まで夏希さんははるかさんにひどいことを言ってきたでしょ。私たちにもそうよね。全く気にしてないけど。でもそういうのが自業自得で帰ってきたんじゃないかしら。いやその後結局夏希さんは離婚しちゃったのだわ。それで地元に戻ったのだけど、引きこもり状態になっちゃってね。夏希さんは自分は人気者で、はるかさんは嫌われ者だと思っていたのよね。でも本当は他人からの評価は真逆だったのだわ。それに気づいたのが相当ショックだったみたいね。はるかさんの方もダメなことはちゃんとダメと言わないといけないとすごく反省していたのだわ。今はカルチャースクールの講師として活躍中なのだけど、言うところは言う素敵な先生になっているわ。が、そして別々の場所で頑張っていた二人だけど、夏希さん後に謝罪の手紙を送ってくれたの。私も漬物を送ってたんだけどね、懐かしい味で涙が出たって。たくさん反省して今は二人で LINE のやり取りもしているみたい。ちょっとずれまくってしまった二人だけど、ずっと一緒にいたくらい仲良しなのよね。今度はもっとまっすぐな形で関係を築いていけたらいいのだわ。だってお友達だもの。喧嘩したり悪口を言い合うことだってあるわよね。夏希さんの場合はちょっとやりすぎちゃったけど、これからの二人をそれぞれ応援するのだわ。が、
最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。